言論統制、情報統制、思想統制。2024年1月30日、おめでたい日本のおめでたくないリーダー岸田首相は X にてこんなことをポストした。悪質な虚偽情報やデマは決して許されません。災害時はもちろん、平時であってもネット上の虚偽情報等の流通は時として人命に関わる問題です。岸田内閣は偽情報対策に正面から取り組んでまいります。元日に発生した能登半島地震の際に SNS に嘘の救援要請など偽情報が出回ったことを問題として、有識者を集めた対策チームで具体的な検討を始めているのだ。裏金問題、マイナンバー、悪質極まりないエビデンス、エトセトラ。これまで自らの利権、利益のために数えきれないほどのデマを流し続けてきた張本人である日本の権力がどの面を下げてこんなことが言えるのか、理解に苦しむ。今現実問題として日本国民の言論、情報、思想の自由が木っ端みじんに破壊されようとしている。2024年4月から始まった戦略的コミュニケーション室、これは日本とで協力し SNS を検問して安全保障の脅威になるような偽情報を見つけ出し、ファクトチェックしてからそれを打ち消す情報をいち早く発信するというものです。そもそも論として、日本の内閣官房の組織が加盟すらしていないなと連携すること自体とても狂った話なのですが、今後日本政府やの見解に反するものは全てが偽情報となってしまうわけです。旧以降、米国愛国者法、つまりパトリオット法が制定されたアメリカでは、テロから国民を守るという名目で政府により国民の電話やファックス、メールなどのチェックが始まりました。某証券のトレーダーは、自分のブログが消されてもどの部分が危険人物につながる思想だと判断されて引っかかったのかは絶対に教えてもらえないんだよ、こんな話をしています。つまり何が偽情報で何がそうじゃないのかはアメリカ政府の独断で決められているということなのです。なお、日米同盟の連携を強化し続けるおめでたい日本、アメリカのパトリオット法は決して人ごとではありません。今回は監視社会の到来と題して、現実的に動き出した新たなシステムについて暴露させていただきます。共に絶望し共に希望を探していけたら幸いです。最近、日本と同じように偽情報の定義が問題になっているのが紛れもなく EU です。2023年10月30日、アイルランドのクレア・デイリー欧州議会議員は議会でこう発言しました。私は何年も前から EU が私たちの社会を大きく乗っ取る危険性について警告してきました。ええ、当然偽情報は存在する。確かにその通りだし、それは深刻な問題です。でも EU は何が偽情報で何がそうじゃないかを決める機関であってはなりません。なぜなら今ここの政治文化はとても不寛容で、 EU の公式見解に反するものは全て偽情報とみなされるからです。メディアは嘘を繰り返し、大衆は一方的な意見を押し付けられることにうんざりしています。 SNS が私たちに残された最後のスペースなんです。デイリー議員が批判しているのは、この発言の2ヶ月前からすでに EU で施行されていたデジタルサービス法に対してですが、これは2022年4月に成立した法律で、 EU から Google や Facebook など世界的影響力を持つ巨大 IT 企業に何十億ドルもの罰金を課し、ヘッドスピーチや偽情報、有害コンテンツを取り締まる制限を与えるものとなっています。ネットを閲覧し偽情報を監視して投稿者を特定するのは EDMO というデジタルメディア観測所となっており、主にチェックされるのは移民政策や気候変動、2020年に始まったなんちゃら騒動、それから LGBT、 ウクライナにガスなどなどで、 EU の公式見解に反する情報や公衆
生に危険をもたらすとみなされた投稿は全て偽情報に認定され、 EDMO によってプラットフォーム企業に検閲が指示され、速やかに削除や凍結されるという恐ろしいシステムとなっています。対象企業は Google、Facebook、Instagram、TikTok に X、Amazon といった大手のほか、 Wikipedia、Snapchat まで広範囲に及びます。投稿削除の判断は全て EDMO 側が独自に判断するという、まるでジョージ・オーウェルのディストピア小説1984さながらの徹底した検閲監視システムなのです。しかしこれも日本人にとって対岸の火事ではありません。次の章ではかなり衝撃的な話をさせていただきます。皆さん、もちろん希望も忘れずに僕と共に絶望してください。さて、EDMO による削除要求件数が最も多かった国は一体どこかご存知でしょうか？それはズバリ、削除要請件数トップはこの日本となっています。英字新聞ジャパンタイムズ紙によると、X が記録的な数のコンテンツ削除要求を行う中、日本が群を抜いてリードと書かれています。各国政府から特定の報道機関やジャーナリストの投稿を削除するという依頼を受けた X 社は、完全削除と投稿を本人にしか見えないようにする影の禁止と呼ばれる手法などをその都度組み合わせて対応していたのです。ちなみに僕自身も現在2万5000人のフォロワーさんがいますが、投稿を削除されたりコミュニティノートが貼られたりと言論の自由に対する脅威を何度も味わってきました。ホワイトハウスからの削除依頼は、バイデン大統領の息子をめぐるスキャンダルや2020年に始まったなんちゃら騒動の出所について、政府見解に反するもの、気候変動についての反論やトランプ関連全般など多岐にわたっていました。他にも米政府や WHO、CDC の見解と異なる投稿をした著名な医師のアカウントに疑わしい投稿タグをつけたり、他のユーザーからの返信やいいねも遮断し、最終的にはアカウントを停止に追い込んだなんてこともありました。これらはいずれも氷山の一角でしょう。またユーザーのアカウント情報自体を要求された件数は1万3000人分となっており、こちらのトップ5はインド、米国、フランス、日本、ドイツと、日本は2部門もランキング入り。同社が公開している削除要請の推移を見ると、なぜか2020年の7月から12月だけ異様に跳ね上がっています。この時期、日本国内ではなんちゃら騒動やマイナンバーカードのポイントキャンペーンが始まっていた頃なので、権力としては隠したい事実がてんこ盛りだったのでしょう。儲かりまった。この章では僕の妄想をお話しさせていただきます。前述した通り、現在ネット上では言論統制が異次元に進んています。少し話を変えますが、皆さんの中にブロック大臣にブロックされている方はいらっしゃるでしょうか？こんなマニアックなチャンネルにたどり着いてくれた皆さんのことだから、おそらく大勢いるかと思います。これは何の確証もないし、繰り返しますが単なる僕の妄想と受け取っていただきたいのですが、ブロック大臣にブロックされている方は今後日本でほぼ間違いなく浸透化する、信用スコア的に言うとスコア得点がゲの下になっている可能性があります。日本ではすでに大手銀行、大手携帯会社の新卒採用の際に信用スコア制度が導入されており、これはがスポンサーのパランテクノロジーズというとてつもなく監視を追求した巨大組織と連携で行われているのですが、おそらくこれから日本で浸透していく信用スコアは中国のモデルケースが適用されていくことになるでしょう。マイナンバーカードの不都合な事実として、大量の日本人の個人情報が中国に流出しました。これは中国版信用スコアシステムをコンサルしてもらうための手土産として、某デジタル大臣による壮大なやらせとしか思えません。間違いなく言えることは、昨今急速に進んでいる EDMO による検閲とは、単に情報を操作したいという思惑だけでなく、日本人一人一人に信用スコア得点をつけたいといった意図が隠されているということでしょう。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。中国、韓国、北朝鮮、ロシア、アメリカよりも残念ながら日本の情報にはあらゆる工作が行われています。言論統制、情報統制、思想統制のほか、やはり忘れてはならないのがスピン報道です。
ハワイのマウイ島噴火の裏ではスーパーシティ建設が決まりました。二階さんの50億円問題の裏では戦闘機を輸出可能になってしまいました。ジャッ報道の裏では内閣官機管理統括庁が設立されました。大谷さんの結婚報道の裏では地方自治法改正案が通過。自民党の過激ダンス長の裏ではスマート農業法案閣議決定。その他にも不法意性交罪法定刑、インボイス、豚熱、空中散布などなど、どうでもいいニュースの裏では労働者派遣法改悪、水道法改悪、森林法改悪、農地法改悪、漁業法改悪、さらにはスーパースティ法エトセトラ、日本をぶっ壊す政策が猛スピードで通過しているのです。メディアや SNS が垂れ流すトレンドには改悪がセットと心得るべきなのです。内閣府のムーンショット計画では昆虫食が推奨されています。2030年までに1兆円規模の市場になると予測されていましたが、日本ではマスコミがキャンペーンを展開したものの消費者の抵抗が強かったため思ったほど広がりません。しかしご主人様の要望である昆虫食をどうしても広めたい政府、そこで彼らは NTT 法廃止という禁じ手を打ち出したのです。もちろんこれは日本の財産ともいえる NTT が外資に潰されるといった危険があるのですが、本質は別にもあります。どういうことかというと、徳島県の高校給食に出したコオロギ粉末入りコロッケで話題になった昆虫食ベンチャーグリッは2024年1月にペットフード部門コオロギ研究所を閉鎖しています。しかしグリッの方は引き続きゲノム編集で遺伝子を循環型に作り変えたコオロギの大量生産をこの日本で目指しているのですが、実はなんと NTT 法廃止が騒がれる前に裏ではひっそりとグリッと NTT が提携していたのです。これにより大規模設備と技術と資金力を持つ巨大資本が入ってくることで小規模事業者が淘汰され、市場が独占されていく未来、間違いなく現代日本の食品業界と全く同じ流れになってしまうでしょう。 NTT 法廃止の本質は紛れもなく食の支配ということでもあったわけです。すでにゲノム編集関連の特許申請の大半が少数の巨大グローバル企業に抑えられていますが、問題なのは多様性が排除されてしまえば消費者の選択枠がなくなってしまうということ。皆さん、特許のついたゲノム編集技術と大量生産で循環する昆虫食に切り替えずとも、この日本には水田や森林をはじめ優れた循環システムがたくさんあることを僕たちは今一度思い出すべきでしょう。買い物は投票、これはもはや当たり前です。しかし愚かすぎる権力に抵抗する一番の方法は、日本人の一人一人が大切だと思えたこと、信じられたことに実際に挑戦していくことなんだと確信しています。皆さんが大切だと思えたこと、信じられたことは何でしょう。僕は日本の一次産業こそが最も重要なことだと考えています。農地拡大、水源確保、果樹園、養鶏、村づくり、エトセトラ、口だけではない行動、人生をかけてこの国の一次産業を盛り上げてみせます。